エリア・ D 異能領域とは、原作、七月京一、作画、両慶一による日本の漫画作品。週刊少年サンデーにて2012年第15号から2016年第8号まで連載。異能力者、アルタードが集められた、監獄島、エリア・ D で繰り広げられるプリズン・サバイブ・アクション漫画。原作担当の7月にとって、原作としては、 2004年の上川厚史とのロボットボーイズ脚本参加としては2006年の皆川良次の D ライブ以来約6年ぶりとなる少年サンデー作品である。7月によると本作の企画を立ち上げてから1年近い時間がかかっており本作のアイデアを考えてから実際の第1話を書き上げるまでの間に東日本大震災を経験したことから 7月が東日本大震災を経験して思ったことや考えたこと、抱え込んだことを叩き込んだ作品になっているという。12年前、サソリ座の最高層アンタレスの超新星爆発と共に現れた異能力者アルタード。そして人類はそのアルタードたちを脅威とみなし、アイランド D と呼ばれる古塔刑務所に次々と移送していった。アルタードの少年。 飯田悟は F 県からアイランド D へ移送されることになり、五層船の中で飾らぎ人をはじめとする様々なアルタードたちと出会う。アイランド D の自治区である稲荷街で暮らすことになった悟たちは人を恨む他のアルタードたちと戦いながらこの島に隠された謎に迫っていく。メンバーのほとんどが女性で構成されたグループ。肉体変化系アルタードが集まるグループ。 小学館コミック、ありがとうございます。